その社長カタカナ多いんだよなっていうのをですね YouTube のチャンネルで話すのに熱演上位じゃん。さあ今日も撮っていきたいと思いますね。一つだけ告知させてください。プレゼン大会、全国の小中学生対象にですねプレゼン大会を行います。テーマはですねこんなそろばん先生いたらいいなというテーマでですね、こちらの Google ホームに、テキストを入力してみてください。またイラストやですね写真なんかつけてもらっても構いません。それを送ってもらえば、ゴリ先生が代読してこの YouTube チャンネルで発表します。優秀な作品にはですね、素敵なプレゼントを用意しますのでぜひぜひ、一人でも多くの皆さん参加してみてください。はい、さあ今日久しぶりですね、第40回、YouTube そろばん保護者会、親は事実と、妄想を混同する生き物ですというテーマでお話していきたいと思います。そろばん保護者会ではですねゴリ先生のリアルな教室でですね月1回、保護者の皆様にですねいろんな、紙2枚ぐらいでですね、教室通信というのをお渡ししております。最近の保護者の方、お忙しい方も結構多いと思いますので、なかなか、2枚 A4 の紙2枚全てに名刀を押すのっていうのはしんどいと思いますので、大事なところをピックアップしてですね動画にしていこうという企画なんですけども、ずっとまあいろんな動画を撮ってたんで保護者会なかなかやれてなかったんですけども、うちの、生徒で、辛口中学生がいるんですけども、まあ動画結構見てもらってて、ゴリ先生の動画面白くないと面白くないって言われてもねって感じなんですけど、まあまあ面白くないと。じゃあ、でそのもう一人の子が、そろばん保護者会はまだマシだよまだマシだよってまたそれも辛辣な言葉ですけどね、もう、まあまあ、ということでですね、そのマシなまだまだマシな、そろばん保護者会ちょっとやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、親は事実と妄想を混同する生き物ですと、タイトルに親は、と書きましたが、そもそも人間はということですね。人間はなんです。親以外でもですね、皆さん、生徒の子も子供の生徒もそうですしね、で、ゴリ先生とかでもそうなんですけど、事実と妄想ですね、真実と自分で考えることですかを混同する生き物ですと、例えばお願い事をした相手に2度断られてるんです。あの人私のことが嫌いなのねなんて思ってしまうことありませんか。相手は一言もあなたが嫌いとは言ってません。2度断ってるんです。お願い事をした相手に2度も断られたら、あの人私のことが嫌いなのでなんて思ってしまいますよね。やっぱり思っちゃいます。ゴリ先生も2019年の一番年末ですか、石戸の社長に、スポンサーになってくださいと、安沢友会で宇都宮大会第1回開くのでスポンサーになってくださいって言ったら、2度じゃないですよ、1回断られたんですね。石戸の社長1回しか断られたんです。それでも、あの人私のこと嫌いだもんねって思いましたからね、ゴリ先生。2度断られたらしんどいんじゃないかなと思いますけどね、しんどいんじゃないかなと思いますけど、まあまあそこは飛ばしていきましょうか。相手は一言もあなたが嫌いとは言っていません。ちょっとね、ちょっと強引だけども進もう、ここは進もう。事実は依頼を断ったそれだけなんです。そうなんです。なのに2度も断られると、そういえばあの時私を無視したわとか、挨拶するのは私からで、あの人からは挨拶してもらったことないわと妄想が始まってしまいます。これが妄想なんですね。事実は依頼を断られただけなんです。そうなんです。ゴリ先生も大会のスポンサーをお願いして、それをまあいろんな理由があったんでしょう。それを断られただけなんですね。それなのに、嫌いなんじゃないか、もうついに一度から今年年賀状来なくなりましたからねとか考えちゃうんですよね。ただ妄想なんです、妄想なんです。それは事実は、スポンサー、大会のスポンサーになってくれ欲しいというのを断られたことと、年賀状がついに来なくなってしまったことなんですね。それは事実。ただ妄想は、あなたの事実になっていくんです。こういうことなんですね、こういうことなんです。じゃあ、どうなってくるかというと、二度と石戸の社長となんて電話で話すかって思っちゃうんですよ。これがまずい。
これが事実、妄想が事実になってくるんですね。人間は言葉でコミュニケーションをしますが、言葉の裏を読もうとする能力がありますと。空気を読むというやつですね。優れた能力なのですが、時に、思い込みは厄介な、思いを、引き起こしますと。時に思い込みは厄介な思いを引き起こします。さらに親子関係においてそれは顕著に表せます、顕著に現れます。一心同体、すべて子供のことを把握していた幼少期から子供も少しずつ自立し自分の世界を確立していきます。ソロバン教室での、出来事、学習状況についても同様です。うちの子全く進級しないし、きっと真面目に練習していませんよねと言われて驚くことがあります。どれほど頑張っているかを伝えてもこうですよね。頑張っているんですよ、頑張っているんです。生徒は家では反抗的だし態度も悪いしなど、親が見える範囲からきっとサボっているに違いないと妄想してしまうんです。妄想してしまうんです。そろばんはスポーツと同じで、努力がすぐに結果につながるとは限りません。お子さんの成長とその様子を見ていただくためにも、たまにはそろばん教室に足をお運びくださいねということですね。ちょっと今回タイミングが悪くてですね、コロナのやつで栃木県に関しては緊急事態宣言出てしまいましたので、収まってからですね、またですね、事業参加をやりたいと思うんですけど、ちょうど今回企画してる途中にですね、緊急事態宣言が出てしまったんで、なかなかちょっと教室に今足を運んでいただく機会ではないとは思うんですけども、またもうちょっと待ってくださいね。春ぐらい、コロナの状況を次次第ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと戻りますね。頑張ってるんですよ、頑張ってるんです。一般教室の出来事、学習状況についても、うちの子全く進級しないし、きっと真面目に練習していませんよね。ここなんですね。実は先生の教室で最近というか結構増えてきたのが100点、例えば、暗算やりましょうか。暗算で100点90点90点みたいな、もうどう考えて試験受けだっていけるだろうという子がですね、よし、もうそれぐらいの点数取ったんだから試験やろうよって言っても、まだやだ、自信がないっていう子がいるんですよ。言う子がいるんですね。で、押すんですね。ゴリ先生は間違いなく押そうなんて。いや、それだけ言ってたら大丈夫だって、自信持とうぜなんて言いながら試験受けさせようとするんですけど、それでもうーんっていう子に関しては、じゃあ、わかったわかった。来月はやろうなっていうような声掛けをするような子がいるんですね。結構、点数をしっかり取れてても、確実に、中には子どもの、その今まで育ってきた環境であるとか性格であるとかも思いっきり反映しますので、そういう子に結構慎重な子もやっぱりいるんですよね。もう100100100を練習の時に1回でも取らないと絶対試験は嫌だ、もう全部90点以上取れてるのにそれじゃ嫌なんだと、必ず練習中に100100100を取ってから試験をやりたいという子もやっぱりいるんですよ。子供たち、そうは言ってもですね、逆にですね、1回もというか、1回ぐらいは点数取るから、さすが1回も取ってないとゴリ先生 OK 出さないが、もうギリギリ70ぐらいで先生やるんだ試験っていう子もいますしね、本当にそれぞれなんです。ただ、やっぱりどんな形でもこの頑張ってるんですね、非常に頑張ってるんです。やはりその妄想、一番最初に戻りますけど、やっぱりこの事実と、妄想があるんですね。さっきの、事実はしっかり190を取ってるのが点数が事実なんですよ。これが事実、これがもうしっかりできてるんです。ただ、進級しないイコールちゃんとやれてないんじゃないか、その練習の点数っていうのはどうなんだろうというふうに妄想を抱いてしまう、このギャップですよね。このギャップです。やはり、妄想というよりもですね、やはり親御さんなんで、ゴリ先生も、一人のこの親ですからよくわかるんです。心配ですよね、なかなか心配です。わーこというのは信じてないわけではないんですけどね、血がつながってる分、信じてないというよりも心配なんですよね。なんせ心配なんです。ですからこの妄想が起こってしまうということなんですけども、しっかり事実ですよね。じゃあ今回のテーマで何が大事というと、もうこの事実、
事実をしっかりと把握してほしいということなんです。お子様週1回週2回もしくは、フリーコース、で来てる子のですね、成績なかなか毎回毎回 親御さんに点数チェックしてくださいというのも、しんどい話だと思うんです。まあ、中にはしっかりノートに、点数を毎回毎回記入してもらってる子なんかいますけどね、それがベストだとは思うんですよね。毎回ちょっと大学ノートを、渡してですね、しっかり線を引いて、まあ綺麗に線を引いてほしいところですけど、引かなくてもいいですけど、何日、掛け何点、割り何点、見取り何点、デビュー何点とか暗算何点とか書くぐらいでいいと思うんですね。やっぱり事実をしっかりちょっと書かして、1週間に1回ぐらいちょっと親御さんがチェックしてもらえると、いいんじゃないかなというふうに思っております。まあゴリ先生もですね、事実をしっかり理解してですね、石堂からついに年賀状が届かなくなりましたけども、実は嫌われてるんじゃないだと、ただ年賀状が届かないだけなんだというのをですね、しっかり理解して、冗談ですよ、石戸の社長冗談ですからね、またこれ言うと、会議の時にちょっとチクって刺されますからね。まあ、石戸の社長カタカナ多いんだよなっていうのをですね、 YouTube のチャンネルで話した時に、この前会議の時にやっぱりチクって刺されましたからね。これ事実なんですけどね、これは事実です。はい、まあ社長冗談ですよ。はい、まあこんな感じでですね、今まで通り無料の動画毎回アップしていきたいと思いますので、また、リクエスト、お待ちしておりますね。ぜひ石戸の社長からのリクエストもお待ちしてますね。はい、その場のやり方等の、動画でも構いませんので、ぜひぜひ、リクエストお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。